大英大英グループの商業ブランドショッパーズプラザ。現在のショッパーズプラザのロゴかつて、福岡ショッパーズプラザの専門店街で使われていたロゴマーク1975年頃まで使われた、初代ショッパーズプラザロゴ。ショッパーズプラザは、株式会社大英が運営しているショッピングモール。日本初の SC、省内店京橋店、ショッパーズプラザ、横須賀創業以来、 各地への出店とともに規模を拡大してきた大英は、1970年前後になると、すでに商店街や市場が形成されていた場所に、自治体による戦後の市街地再開発と連携し、商店街や市場を代替する形での出店を進めるようになる。それに並行して大英は、ショッピングセンターの開発に着手。 それが1964年4月5日に開業した日本初のショッピングセンターとなった大阪府豊中市の商売店でスーパー機能と銀行を兼ね備えた胸と専門店を集中的に入居させる専門店胸の2つに分け集客を図るこの方式は大英のみならず他社でも採用されることになったこの成功に際して商店司会など地元組織が設置した建物に 大英がキーテナントとして入居する方法の他に大英が設置した建物に直営のスーパーマーケットである大英に加えて専門店を多数入居させる方法が正式に採用され1968年11月30日に日本初の郊外型のショッピングセンターである香り店が開業この香り店に付与されたのがショッパーアッツプラザである 大体元となった商店街や市場の店舗については、これらが専門店街に軒を連ねた例や、あるいは大英出店に合わせて店舗を閉じ店主が大英の売り場従業員となった例など様々であった。この当時誕生したショッパーズプラザには、横浜市郊外の戸塚ショッパーズプラザ、大阪市内の京橋ショッパーズプラザ、福岡市天神の福岡ショッパーズプラザなどがある。 その後、大英の出店拡大に伴い、ショッパーズプラザとの相違がなくなったことを受け、1975年の大英のシンボルマークの改定時より仕様がなくなり、数年後にはショッパーズの全店舗の名称が大英に統一された。ショッパーズの名称が再び付与されることになったのは、大英がチェーンストアの規模拡大志向に対応し、大英も GMS に 専門店を付加したショッピングセンター型の店舗を一時期施行し始めた時である。これらの店舗にもショッパーズプラザあるいはショッパーズモールを用いた。しかし、同時期に様々なデベロッパーにより広大な敷地を持って開業した大規模な商業施設が多数存在するようになり、しかも年々その規模は拡大化する傾向にあった。一方で、大英は経営悪化が表面化し、 既存店舗の閉鎖を進める必要性が生じるほどとなっており、どんどん大規模化するショッピングモールを新規出店する余力はすでにない状態になっていた。2006年には大英エビナ店を業態転換によりショッパーズプラザエビナとした。元からの大英店舗の売り場に他の業者を出店させる点ではすでに他店舗で多くの実例があったが他の業者の出店エリアを 専門店街として、直営売り場とは、明確に区別した点では、新しい試みであった。直営売り場と専門店街との区別の結果、ショッパーズプラザエビナが誕生し、直営売り場は、グルメシティエビナ店に変更された。なお、直営売り場と専門店街との相乗効果を図る、目的で、子会社の株式会社オーパで使われている、プロパティマネジメント手法を導入している。 なお、ダエーが撤退した後も、ショッパーズとして、多少の解明がされつつも存続している存在している SC も存在し、全国にその名残が伺える。2015年1月1日から親会社となったイオンにより、ダエーはイオングループの食品スーパー事業の中核を担う方針となった。2016年3月1日までにイオングループの各社に現存する。 書き店舗を含む大英の一部大型店の営業権を承継した。その中には承継までショッパーズの名前を使用してきた大型ショッピングモールのショッパーズプラザ横須賀、ショッパーズプラザ新浦安が該当となった。しかしイオンモール等のイオンブランドへの転換はなく、イオンリテールが運営するショッパーズプラザとして名前を残すこととなった。 2017年5月にショッパーズプラザ新浦安は、イオン新浦安店に変更となり、ショッパーズプラザ横須賀は2019年3月に閉店したため、現在は1店舗のみ存在する。現在はショッパーズプラザ、エビナのみ現存している。かつては上実の通り、大英はチェーン展開を開始して、ロゴマークを変更する1975年に至るまで、 日本全国でショッパーズプラザを掲げ地域と連携を図ってきたが、順次その名前を外した。ありがとうございます。